皆さん、こんにちは。かつて伝説のロックバンド、ボーイのボーカリストとして一世を風靡した氷室京介さん。熱狂的なファン多く、2013年に氷室京介さんの実家が放火される事件がありました。後にその犯人が氷室京介さんのストーカー的ファンの犯行と判明し、世間を騒然とさせました。そこで今回はこの事件について詳しくご紹介すると同時に、そんな人気である氷室さんを射止めた奥さんとの馴れ初めや子供についてもご紹介します。マリオネットやビーブルー、オンリーユーなどの大ヒット曲で知られる伝説的ロックバンドボーイのボーカリストとして活躍した氷室京介さん。まずはファンが起こした氷室京介実家放火事件の概要から紹介します。2013年3月11日の午前5時50分頃、大人気ロック歌手の氷室京介さんの群馬県高崎市にある実家が何者かに放火され、100平方メートルの木造2階建ての氷室京介さんの実家と隣家など合計3棟が半焼する事件が起こりました。氷室京介さんの実家には氷室京介さんの両親が在宅で、氷室京介さんの母、当時79歳が避難する際に転倒し右腕を骨折して全治3ヶ月の重傷、隣家に住む当時63歳の男性も顔に軽い火傷を負いました。氷室京介さんの実家で火災が発生した直後の同日午前6時頃、群馬県警察高崎署に群馬県前橋市に住む無職の女、倉田美希当時37歳が、私が氷室京介さんの実家に火をつけたと自首し、群馬県警はこの倉田美希を現住建造物等放火容疑で逮捕しました。その後、氷室京介さんの実家に放火した犯人の倉田美希が、氷室京介さんや氷室京介さんの所属していたボーイの熱狂的なファンだったことが明らかになりました。倉田美希は氷室京介さん実家に放火した直後に軽自動車ラパンで高崎署に出頭しているのですが、捜査関係者によれば、倉田美希の車の車内にはサイン入りのものも含めて表出グッズがあふれており、ボーイのギタリストの布袋寅泰さんの著作「幸せの女神は勇者に味方する」「人生の新しい扉を開く50の提言」も見つかったそうです。また氷室京介さんの実家の近所の住人の証言によると、倉田美希はこの放火事件以前から何度も警察沙汰を起こしており、氷室京介さんの実家の前に車で乗りつけて大音量の音楽を流したり大声で騒いだりし、玄関に大量の家財道具を持ち込み並べ出したりし、さらには窓ガラスを割って氷室京介さんの実家に侵入し、台所を使って勝手に料理をしていたこともあったそうです。また放火事件の直前にはツイッターで、氷室っ子のお父さんとお母さん大好き、その二人以外はみんなクソジジとクソババアなどとツイートしていたようです。さらに倉田美希はツイッターで、ボーイのギタリスト布袋寅泰さんに盛んに話しかけていたことも明らかになっています。そして倉田美希は布袋寅泰さんに関するリツイートなどはしていたものの、氷室京介さんに関する話題はほとんど何もツイートしていませんでした。一部のボーイファンの間では、以前から氷室京介さんと布袋寅泰さんの不仲が噂されていたことなどもあり、倉田美希は実際には布袋寅泰さんの熱狂的ファンで、それに関連して氷室京介さんに何らかの恨みを一方的に抱き犯行に及んだのではとの憶測も流れています。また氷室京介さんの実家に放火する直前の3月に、倉田美希は何らかの理由で勤務先を解雇されていたそうです。事件後、現住建造物等放火容疑で起訴され、2014年1月17日に前橋地裁で懲役3年6月休刑懲役6年の判決を下されています。裁判長半田康氏は、蛍光管を準備してガソリンを準備するなど悪質と指摘しつつ、当時倉田美希が進行弱状態であり氷室京介さんを恋人と思い込んでいたと、その判決理由を述べました。現在は倉田美希はすでに刑期を終えて出所しているはずですが、その後何をしているのかの情報は出ていません。現在も倉田美希のツイッターアカウントは存在していますが、放火事件を起こす前日の2013年3月10日で更新は止まっています。氷室京介さんの実家は、
倉田美希の放火によって反傷被害を受けましたが、両親は怪我は負ったものの命に別状はなく、その後は元気に復帰されています。なお、放火にあった翌日に氷室京介さんの実家を週刊誌記者が訪れたところ、氷室京介さんの親族や近所の方々が協力して焼け跡から無事だった品を運び出していたそうです。また氷室京介さんの母親は現金をタンス貯金していたそうで、それが一部焼けてしまったそうですが、束になっていたためほとんどが無事で、消火活動によって濡れてしまったお札を新聞紙の上に並べて乾かしている様子も見られたそうです。氷室京介さんは放火事件時、拠点を置いているアメリカ・ロサンゼルスから急遽帰国し、被害に巻き込まれた隣家や迷惑をかけた近所の家々を謝罪して回られたそうです。さぞかし大変だったことでしょう。両親が無事で本当に何よりです。次に氷室さんの結婚のエピソードについてご紹介していきます。氷室京介が結婚したのはボーイがまだ売れてない時期でした。氷室京介さんのお嫁さんについて噂されていることを整理してみると、ボーイの追っかけファンだった、お嫁さんの方からのアプローチにより交際に至った、丸井で働く美人店員だった、氷室京介さんと同じ群馬県の出身、年齢は氷室京介さんの一つ年下、氷室京介さんが高校時代に組んでいたアマチュアバンド時代から仲が良かった、食堂屋さんの娘だった、中には噂レベルの情報もありますが、全て事実の可能性もあるようです。氷室京介さんのお嫁さんの本名は不明ですが、氷室さんのファンの間ではタマさんの愛称で呼ばれているようです。それもそのはず、氷室京介さんとお嫁さんは現在もとっても仲良しで、氷室さんのツアー中もずっと一緒に同行しているとも言われているんです。そんな氷室京介さんのお嫁さんがワウワウで放送されたライブ映像に映り込んでいると話題になったことがあります。そのライブ映像は2016年6月26日にオンエアされた氷室京介ワウワウスペシャルドキュメントオブラストギグスです。どうやらこの映像の中の楽屋のシーンで氷室京介さんとタメ口で話をしている女性がいたそうなのです。事実かは分かりませんが、氷室京介さんのタメ口で気軽に話せる人と考えれば、お嫁さんの可能性は高そうですね。また氷室京介さんには3人の子供がいます。氷室京介さんが1人目の子供を授かったのは、伝説のロックバンドボーイが解散し、氷室京介さんがソロになって初めてリリースした記念すべきファーストシングル「エンジェル」の頃だったそうです。というわけで、氷室京介さんの1人目の子供、長男は「エンジェル」がリリースされた1988年と推定されており、2023年には35歳になられるようです。そしてその翌年である1989年、サードシングル「サマーゲーム」をリリースした時に2人目の子供、長女を授かったそうです。そんな氷室京介さんの長女は2023年には33歳になります。さらにそれから6年後の1995年、氷室京介さんが自分の事務所を設立して独立した年にリリースしたイレブンスソロシングル「魂を抱いてくれ」をレコーディングしている時に3人目の子供、次男を授かったそうです。氷室京介さんの次男は2023年には28歳になられているようです。以上のように氷室京介さんの3人の子供たちにはそれぞれに思い出の曲があり、ライブのセットリストによっては子供たちから自分の曲が入っていないなんてクレームが来ることもあるそうです。お子さんについて名前を調べてみたところ、残念ながら氷室京介さんの3人の子供の名前については公表されていないようで分かりませんでした。いかがでしたでしょうか。氷室京介さんの3人の子供はすでに皆成人しているようですが、どうやら3人とも音楽の道には進まれなかったようです。氷室京介さんの長男さんは現在医学系の研究者になっているとも言われています。いかがでしたか。今回は放火事件について詳しくご紹介すると同時に、氷室さんを射止めた奥さんとの馴れ初めや子供についてもご紹介しました。氷室京介さんのこれからの活躍にも注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。
それではまた。